久保さんちょっとね、調べてみたんですけど、僕の GTR34 が平成13年式なんですよね。で、平成10、平成14年だったかな平成13か14年だったんですけど、まあ、それで検索かけたら、あの、全部1000万越えですね。うん。1600万、1300万、1900万、2200万、3400万、3500万。えー、お、交渉。 1,400万、1,600万、1,600万、2,300万、2,000万、2,200万、2,400万、3,000万。あと全部、交渉ですね、はい。値段がついてるやつはもう、1,000万下回ってるやつ、1個もないですね。<laughs> 爆上げですね <laughs>。多分ね、また全体的に多分値上がってるような気がしますね、これ。うん、まあまあ、とりあえず、1,000万を切る値段がないということでございますね。 うんまあちょっとね、おかしいな。時代ですね。旧車がこんだけ上がってるっていうのは。もう3、4に関してはね、ありえない爆上げですね、これは。まあ本当ね、まだ乗ってたんですけど、20万キロ乗ってて2000万円っていうのは、23万キロ乗ってるやつが2000万円ですね。同じ黒のやつ。うん。どうしたもんですかね。23万キロで2000万。 異様ですね。<laughs> 異様ですね。で、改ざん車走行距離が改ざんされてるやつが1600万っていうね。改ざんされてるのに1600万ってどういうことやねんって話ですけど。うーん。9万キロ乗ってるやつも1400万ですね。うーん。いや、久保さん、ちょっとやばいっすね。<laughs> 今後も多分もっと上がるでしょうね、おそらく。うーん。はい。 まあ、ということで、僕が当時買ったのが600万ぐらいだったんですけど、まあ、な,なんだ、3倍ぐらいですかうん、上がってますね。うん、すごいですね、はい。まあ、ということで、まあ、車の価値っていうのは、なかなかまあ、上がらないです。まあ、これはもうプレミアで、上がらないですけど、あの、久保さんのマージャン店の頃の価値と、今の価値、全然違うんですよね。なんでかっていうと、 なんか案内すればね6億円作れるみたいなね <laughs> じゃあマージャン店やってた頃6億作れたかっていうと多分6億作れないですよね福夫さんね <laughs> マージャン店つまり年はとってるけど価値は上がってるっていうねどうすか僕もあの最近ちょっと感じるんですけどまあ個人でこう発信して吉谷拓郎っていうこの僕 ゴーストライターではなく、僕自身で発信始めて4年以上経ちましたけど、だいぶ最近ね、上がってきましたね、価値が。うん。だかやっててよかったなと思いますね。うん。本当に。この再生数でもね、まあまあずっと売り上げ作れてますし、まあ、なんとかやってるんですけど。うん。だからまあ、自分の価値を上げる努力をしろって感じですかね。うーん。 まあその仮想通貨とかは努力とかまあ車もそうですし仮想通貨もそうだと思うんですけどまあ努力じゃないですよね街ですよねどちらかというとまあ市場のあれじゃないですか盛り上がり具合じゃないですかうんだからそれってわかんなくないですかうんたまたまですよ GTR34 もたまたまだと思いますうんそうまあ,まあ仮想通貨もねぜ全部上がるんだったら全部上がるわけじゃないですかでも 上がらないいやつももああるし消えてくのもあるしうんでも一つ消えないものがあるとするならば自分の価値は消えないんじゃないかなと思いますねこれを上げていくっていうのはうんだからどこを信じるのかっていう話ですねうん外的な要因を信じるのかそれとも自分の内面を信じるのかどっちを信じた方がいいのでしょうか僕は自分の内面を信じた方がいいと思いますね内面を鍛えるとそれが全てまあ揺るぎない真実かなとうん まあだからこれからも、ね、億万長者シリーズはずっと続くし、やり取りするし、喋り続けるし、喋り続けたらね、まあトークスキル絶対上がるだろうし、うん、まあ、だ久保さんも喋り続けても、喋れないってことないですよね、久保さんね。多分ね。<laughs> 僕も喋れないってことないですよ。まああるとするならば病気になって、喉頭がんになって、まあ喉を手術して切るとかだったらわかんないですけど。 うん、まあそういう病気以外だったら、まあ、ずっと喋れると思います本当にうんだからまあ自分が信じるものは何ですかと言、うん、ってらっしゃい